メガメガ。さあこの時間はリモートでインタビューを行います。登場してくれるのはこの方です。自己紹介お願いします。はい、スーパービーバーボーカル渋谷龍太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブーヤンお久しぶりです。お久しぶりです。ご無沙汰してます。はい、元気ですか？元気ですよ、うん、元気そうやね今日は画面越しなんですけど、あの1年8ヶ月ぶりのね、南メガの登場となります。今日はよろしくお願いします。そんなに空いたっけなと思っちゃいました。前回ね、多分ね、コメントいただいたんですよ、うん、メンバー全員で。そうか、コメントだけだったのか。そうそう、そうですよね、出させていただくのは久しぶり。そう、コメントが2回間に入りました、この1年8ヶ月の間にね。嬉しいです、またこうやってお話しさせていただけて。いや、こちらこそです。まず番組から素朴な質問ということで、はい、時々フラッと立ち寄りたくなる場所ってありますか？前回はかき氷でしたよねそうそうそう、ね、時々フラッと立ち寄りたくなる場所は実家ですね。あ、実家帰ってますか？僕が住んでる場所から実家まで2駅なんですよ。お、近い。なので、なんかこう仕事が早く終わったりとか、なんかこう時間がポッとできたら、ちょくちょくね、帰るようにしてるんですよ、うんうん、なので、ね、2週間以上空いたことはあんまないんじゃないかな。すごいですね。はい、なのでちょくちょくね、フラッと、まあ、立ち寄って、いっぱいお茶飲むだけとかでも、うんうん、ちょくちょくね、帰るようにしてます。なるほどね。その時は、はい、こう今から帰るよっていう連絡はするんですか？はい、したりしなかったり。はいですね。そうか、連絡なしに帰ってこられた時のサプライズ感、いいですね。でも全然その久しぶりじゃないから、サプライズは全くないですよね、なんかそうか、はい、2週間おきに帰ってるから。そうですねなるほど、ありがとうございます、はい、今日はたくさんメッセージもいただいてまして、ちょっとご紹介していこうかなと思うんですけども、はい、大阪茨城市のね、あさみさんからはアルバム東京発売おめでとうございます。ありがとうございます。1曲目のスペシャルを聞いて、このアルバムが自分の人生の中で大切な1枚になりそうな、そんな予感がしました。何があっても何がなくても、あなたがいないと、これはもうこちらこそという思いですと、うん、いつもありがとうございますというね、メッセージ。そう、やっぱりこう何があっても何がなくても、スーパービーバーがいないとと思っていらっしゃる方がね、多いようで、福岡県からはうなぎの母さんからもね、メッセージいただいてました。はい、で奈良県のイカオクラさんはアルバム通しで聞くのを楽しみにしていましたと、で発売日に、まあ、解禁をして、早くライブで拳を上げて、はい、マスクの下で口パクでいいから歌いたいなと思いましたというね、メッセージ、はい、あとはこう、メンバーが揃ってこのアルバム の、はい、プロモートをね、しているということで、はい、全部聴かせてもらうよという気持ちで、アルバムだけでなく、ラジオの出演も楽しむという、コロナ禍でのリリース関連の新たな楽しみになりましたというのは、京都の綾部市のね、ラジオネームありがとうさんです。はい、ありがとうさん、ありがとうございます。嬉しいですよね。いや、こうやってね、やっぱり、うん、ありがたいなと思います、ね、そう、スーパービーバーは今週ですね、ニューアルバム東京がリリースになりました。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、アルバムについてね、お話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、ズバリタイトルがこう東京ということで、自分たちのこう、まあ、地元であり、まあ、日本も代表する街、はい、この東京というタイトルを、はい、まあ、つけた曲がもともとありましたが、そこからアルバムタイトルも来たっていう感じですかね。はい、そうですね、曲が全部出揃ってアルバムの全貌が見えてから東京というタイトルをつけました。そこにはどんな思いがありましたか？まあ、自分たちが、まあ、スーパービーバーメンバー4人が生まれ育った場所が4人で、まあ、ごめんなさい、東京で、その東京でいろんなことを感じたりとか、気持ちをいただいたりとか、で、まあ、大阪に行かせていただいたりして、いろんな人と出会ったりとか、そういう気持ちを持って帰ってくるのも東京だし、まあ、東京でいろんなことを感じたなって、すごく思ったので、自分たちの気持ちがいろんな形でこう派生していく先がやっぱ東京であり、でそこからいろんなものが発信されていったので、僕らにとっては東京というタイトルをつけたんですが、まあ、聞く人によって
そのアルバムタイトルが大阪でもいいとは思ってるし、もっと限定された街の名前でもいいと思ってるし、職場でもいいと思ってるし、人の名前でも物の名前でもいいと思ってるんですけど、すごく、聞いてくださった方が気持ちを投影しやすいようなそんな歌になってると思うので、まあ、自分たちは東京とつけましたが、各々聞いてくださった方が好きなタイトルつけていただいていいのかなっていうようなアルバムができたなと、そんな風に思ったので東京をつけました。なるほどね。なんかこう、はい、今自分がいる場所からこう、はい、見える景色だったり、つながっている人だったり、つながってきた人たち、はい、全部がこう本当に愛おしく感じられるような愛にあふれたなんか意味合いの東京だなと思いました、はい。嬉しいです。ありがとうございます。結構ね、こう夢を叶える場所みたいな、そういう叶わなかった夢とか、うん、まあ、そういうちょっと切なげなイメージで歌われることが東京って多いのかなと思っていたので、すごくこう、はい、新しい東京という打ち出し方な気がすごくします。うん、そうですね。まあ、生まれ育った町という、まあ、スーパービーバーでしか切り取れない視点なのかなとも思ってこのタイトルを掲げさせていただきました。はい、今回新曲がなんと10曲入っているということで、はい、いやもうどの曲も本当に聴き応えがあるんですけども、はい、やっぱりまず1曲目のスペシャルからね、はい、聞いていきたいんですが、はい、この曲はこう人を歌うっていう、あなたに歌うだけじゃなく、こう誰かを歌うっていう、なんかそういうメッセージがすごく強いかなと思ったんですけど、はい、まあ、2021年、2020年ライブできなかった2020年を経て、2021年、まあ、83本ライブすることができたんですけども、うんうん、まあ、改めて、自分たちにとってライブ、そして、フロアとステージでこう気持ちの往来することの意味であったりとか、自分たち4人のバンドですけど、やっぱり4人だけで活動できていないっていうことをフロアからやっぱりすごく、教えていただいたというか、感じることができたので、うん、なんかこう、あなたあっての我々だし、おこがましいことを言えば我々あってのあなただっていうふうに言いたいなっていう、その関係性みたいなものを今一度こう強くこう言えたらいいなっていうのはなんとなく思っていたので、こういうふうにしっかりと形にすることができて、よかったなと、そんなふうに思ってます。やっぱりこう人と関わり合う中で生まれるその自分の感情だったりとかっていうのが、はい、まあ、必ずしもいつも幸せじゃなくとも、やっぱりトータルで含めて考えたらすごくこうありがたい幸せなことなんだって思わせてくれる曲でもありますよね。そうですね。なんかこう当たり前とか日常とか普通って思っちゃっているその生活の背景にはやっぱり誰かの特別があって、誰かの特別の上にしか自分の、当たり前とか日常っていうのは成り立たないんだなっていうのを、ここ10年ぐらいかもうひしひしと実感させていただいたので、うん、そういうこともうち言えたらいいなっていうふうに思いました、うんうん、このスペシャルから人間のこう流れがバンドのエネルギッシュさ、はい、キレの良さだったり、うん、こう躍動感っていうのがすごく打ち出されていて、気持ちのいいアルバムの始まりになってますよね。ありがとうございます。なんかこうそこで今回の主軸となったテーマであったりとかっていうのが 見せることができたらいいなっていうのは思っていたので、まあ、冒頭でこのアルバムのカラーみたいなものっていうのがしっかりと、分かってもらえたらいいなと思ってこの曲順にしました。おー、なるほど、うんうん、でこう可愛らしいラブソングもあれば、こうハードなねギターリフから始まるかっこいい曲ももちろんあるんですけど、今回私聞かせていただいて、はい、未来の話をしようからの4曲の流れがもう本当に感動的で素晴らしいなと思ったんですよ。でこの未来の話をしようについてねちょっと聞きたいんですけど、はい、うん、この曲本当に自分に歌ってくれたって本当にみんな聞いた人が感じられる、救われたなって私も感じた、はい、すごく大切な曲になったんですけど、最後の、サビの前にブーヤンが自らこう一行歌詞を抜いたのか、あえてなんかちょっと気になるところがあって、レコーディングはどんな風に行われたんでしょうか。そもそもその、部分の歌詞を抜くというアイディアはレコーディング中に生まれて、
まあ、ここを歌わないことによってちゃんと聴いてくださる方の、いろんな気持ちを投影できる、あの露骨に投影できる場所っていうのを作ろうねっていう話をしていたんですよ。で、レコーディング歌い入れもしたんですが、その意図でレコーディングもしたんですけど、もう歌ってないんですけど、めちゃめちゃマイクの近くにいてめちゃめちゃ歌おうとはしてるんですよ、うんうん、だからなんかそのギリギリの感じであったりとか、本当にどうしようもならないような感情みたいなものっていうのも、まあ、空気感としてパッケージングできたら面白いよねっていう話も、していたので、うん、まあすごくメンバーで考えてあの部分は歌詞を入れなかったっていう感じですね。なるほど。歌詞カードには書いてあるんですけど、うんうん、はい、いやだからの声も出ないほど悲しかったことという歌詞が本当に声が出ない、はい状態で私たちにこう届けられるということがすごく驚きでもありましたし感動でもありましただからなんて言うんでしょうね、レコーディングをしてこうその部分自分がその場所にいるから実はそこにいる空気というのだけはちゃんと、入ってるんですよね、うんうん、なんて言うんでしょう、歌ってない箇所ってレコーディングする段階でカットしてノイズが入っちゃったりするのでその部分をカットして綺麗にするっていう作業をするんですけど、うん、その部分はあえてそれをしていないっていうちゃんと空気感だけは入ってる全然伝わらないですけど、いやでもだから息遣いがすごく聞こえるんですねうんうんうん、そうですね、うん、なるほどね、なんかこう感情がすごく見える部分だなと思って、うん、本当にこう一瞬なんですけど、まあ、ベースがよりこう立って聞こえてくるっていうのももちろん気持ちいいですけど、こう本当にその一行の思いの深さにグッときました、うん、いや見えないところ聞こえないところにも気持ちを4人で込めてます、いろんなところで、いや本当にそうですね、でなんかこの出来事が自分にとってどういう意味があったのかなって思うような過去の出来事も、はい、なんかこう、はい意味がこう今分からなくても受け入れて未来へ向かっていこうっていう気持ちになれるのがすごく素敵なメッセージだなというふうにも思いました。ありがとうございます。うんうん、でまあ東京というねこうすごい曲からロマン、最前線と流れていくわけなんですが、ロマンについてはメッセージももらってまして、はい、こちらの千葉県ののんたんさんから、どの曲も最高ですがロマンが特に心にグッときて、はい力強い親愛なるあなたへ心を込めて頑張れに涙が止まりませんでしたと、ライブで言ってくれるそう、うん、以前から配信ライブとかでもねブーヤンがこう、はい、頑張ろうっていうのは伝えてくれていたりもしたんですけど、あなたを信頼しているからそれぞれに頑張ろうというこの言葉を聞いた時は本当に衝撃的でした、はい、思えば普段一緒にいるわけではないので一人で頑張らなくてはいけないんだなと腑に落ちましたし、嘘偽りのない MC がいつも心の芯に突き刺さってきます。ロマンはもはやブーヤンの曲と言っても過言ではないかなと思っています。最高の応援歌ありがとうございますといただきましたが、こちらこそです。これはやっぱライブの MC を受けて柳さんが作ったという面もあったりしますかね。そうですね、前作の I Love You というアルバムがあって、そこに時代という楽曲が収録されてるんですけど、この83本2021年にやったライブの時に、その時代という曲の前にしてた MC があって、でその MC から柳沢が抜粋して、作ってくれたというそういう感じですね。うんうん、それってこうブーヤンとしてはどういう感じに受け取るんですか。ああ歌詞にされたみたいな、まあ、違和感もない。割とねスーパービーバーはそれをしょっちゅうやっているので、うん、各々が感動して各々が表現したことが曲になって、でその曲にまた感動したことが曲になって発信していってっていうループがサイクルができているので、うん、やっぱね メンバー4人の意思で MC をしているつもりでいるので、うん、やっぱそれが曲になるっていうのはなんかすごくね、今自分たちが発信したいことであったり言いたいことであったりっていうのがやっぱりしっかり形になったんだなっていうね喜びがありますね、うん、でこう頑張っていることをやっぱり知った上での、はい、その覚悟のあるなんか頑張れっていう、うん、その言葉の発し方はすごくこう、はい、
私もなんか勉強になりました本当に。いやいや勘弁してください、そんなの全然。で今回のこのアルバムについて感想もたくさん届いているかと思うんですが、島根県のね、はい、夏美さんからはもう届けという気持ちがすごく伝わってくるアルバムですと、通して聞いた時にこんなにもあなた私を思ってくれている、その気持ちを届けと願ってくれていることが嬉しくって、笑いながら大声を上げて涙を流せるような、そんな作品だと感じましたといただいてます。嬉しいです ね、どんなアルバムに、ブーヤンにとってはなりましたか？そうですね、やっぱり2021年、まあ2020年もそうですけど、まあバンド今もうぼちぼち18年目に突入するんですが、まあなんかこう改めて何かを発言したりとか、何かを例えば鼓舞したりすることに関してやっぱすごくね責任を持ちたいなっていうのが最近より強くなってますね、その気持ちが。なのでそのスーパービーバーのスタンスであったり、何かを発信するんであればこういうスタンスがいいよねっていうのを4人の中でどん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 強固になってきていると思うので、それをしっかりとパッケージングできたスーパービーバーにとっても大事なアルバムになったかなと、そんな風に思ってます。そうですね、なんかこう改めて守りたいものっていうのもきっとメンバーの中にたくさんあると思うんですけど、聞こえない声が突然、もう一度お願いしますか。守りたいものっていうのがね、きっとメンバーの中にも、はい、この、まあ、活動の中でどんどん増えていっているとは思うんですけど、それをこう守りながらも、はい、なんかまたちょっと違ったその挑戦をしているっていうところも含めてかっこいいなとすごく思います。ありがとうございます、まあ、本当に長く続けるマナーとしてとか礼儀としてやっぱりやるからには常にワクワクしてほしいなと思いますし、楽しいなって思ってもらいたいっていう気持ちがすごく強いので、いろんなことに自分たちもチャレンジしながら、自分たちが楽しいと思う気持ちっていうのもすごく大事にしながら活動します。はい、だからそのいろんな場所でこうビーバーのライブが見られるっていうのもその一つなのかなと思ってて。そうですね、はい、はい、今度はホールのねツアーがあるんですけれども、10月25日火曜日、26日水曜日には大阪城ホールでのライブも決まってます。はいはい、はい、アリーナツアーもありますということで、ライブハウスからホールまでというね、はい、いかがでしょうか、このライブに向けては。そうですね、昨日か、全部、この東京というアルバムのリリースツアーのホール20公演が全部ソールドアウトになりまして、で、まあ10月から始まるアリーナツアー、10月25日と26日に大阪城ホールで 2days 公演やらせていただくんですけども、まあ、自分たち自身最大規模のキャパシティのツアーに挑戦するというのと、あとはライブハウスとそしてホールと、いろんなところで楽しいなって思ってほしいという自分たちの気持ちが活動にすごく出てると思うので、ぜひ見たいと思ったところに足を運んでいただけたらとても嬉しいなと、そんなふうに思ってます。ありがとうございます。詳しくは SNS オフィシャルサイトをチェックしていただきたいと思います。ではあっという間にお別れの時間ですが、ブーヤンから最後にメッセージお願いします。はい、もう2022年もどんどん楽しいことしていきますんで、ぜひ注目していただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、では最後曲紹介をお願いします。はい、それでは聴いてください。スーパービーバー、新しいアルバムの表題曲です。スーパービーバーで東京。この時間はスーパービーバーのボーカル渋谷龍太さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。